フランクレズリー・スミスフランクレズリー・スミス、イリノイ州の政治家である。1919年から1921年までアメリカ合衆国会議員を務めた。1926年にイリノイ州の人民によって上院議員に選出されたが、上院は彼が議席に就くのを認めなかった。1920年、彼は共和党からの上院議員候補者指名獲得を 目指した女性参政権が認められた最初の年である。この年、女性票は男性票と分けて集計された。男性票の開票時、彼はウィリアム B ・マッキンリーを2万7千票上回っていたが、女性票が開票されると、マッキンリーが1万1000票上回った。マッキンリーは総選挙でも勝利した。1921年、スミスは、 イリノイ州通商委員会の委員長に就任した。彼は1926年に再び上院議員選に立候補する準備をした。当時、イリノイ州には選挙資金を規制する法律が存在しなかった。スミスは公共施設を経営した裕福な経営者数名から寄付金を集めた。彼は1926年夏に開催された。 共和党予備選でこの資金を使い、マッキンリーを破った。スミスは同年11月に開催された総選挙でも勝利した。レームダックの期間が1927年3月まであったマッキンリーは1926年12月に死去した。州知事はマッキンリーの残りの任期を務めるようスミスを指名した。スミスは 上院議員非指名者としての資格を示そうとしたが、上院は選挙戦における詐欺と汚職を根拠として、彼に上院議員資格を与えないとの評決をした。1927年3月、彼は再び選挙された、上院議員としての資格を得ようとしたが、再び拒絶された。1928年2月9日、ついに彼は議員を辞した。ありがとうございます。